食べる。こんばんは。しゃべくり松代209回、今日は11月2日に行われます松代音楽祭について事務局の宮尾英子さん、またその音楽祭に特別参加出演されます久保亮太さんにお話を伺います。もう芸術の秋、まさに、その通りの音楽祭が催されます。それでは少し音楽祭についてお聞きしましょう。宮尾さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず松代音楽祭ですけれども、はいはい、何時頃から行われるんでしょうか。はい、11月2日日曜日の、会場が10時30分です。そして会場が開演が11時です。はい、もちろん松代文化ホールでよろしいですね。はい、はい、で松代音楽祭っていうのは大体何回目ぐらいになるんでしょうか。今回が39回目です。はい、大変歴史がある音楽祭ですけれども、松代音楽協会主催でしたね。はい、そうです。松代音楽協会加盟団体は何団体ぐらいあるんですか。はい、登録されているのは、16団体です。はい、今回出演団体は、今回は、18団体が、出演する予定になっています。はい、そうしますと、加盟団体の他にも参加出演する団体があるということですね。参加、はい、出演はどんなところがしていただくんでしょうか。最初に、子どもさなだ勝どき太鼓の皆さん、そして東小小学校のブラスバンド、松代小学校の合唱部、そして松代中学校の吹奏楽部です。はい、いつも小学生も何団体か出ていただきますし、とても私たちも楽しみですよね。はいはいはい、それとどんな種類の団体があるんでしょうか。そうですね、演奏は、ジャズとか、はい、保育園児による鼓笛、そして和太鼓、それからマンドリン、合唱、それと邦楽などがあります。はい、マンドリンも2団体ありますし、はいはい、それからジャズバンドから、それから邦楽までと本当に幅広い音楽会ですけれども、はい、毎年大変皆さん喜んでいただいてますよね。はい、で、音楽祭の本当に目玉ということで、はい、例年30出演していただいて、特別30出演していただいていることがあるんですが、はい、若手の松代に関わりのある松代、あるいは松代出身の演奏家を招いて演奏していただくということですよね。はい、そうです。今年はどなたが。はいはい、高校3年生の、久保亮太さんという方です。はい、でピアノで出演していただくようになっています。はいはい、で久保亮太さんに今日ご出演いただきます。よろしくお願いいたします。久保さんは今高校生ですけれども、はい、ずっと前からいろんなコンクールに出ておられて、はい、いろんな賞を取っておられるというので、まず取られた賞のことを紹介していただいていいですか。はいはい、まず中学生の頃に、はい、長野県で行われている長野県ピアノコンクールの中学生の部で最優秀賞をいただきました。はい、でまたその次に高校2年生の時なんですけれども、はい、同じコンクール長野県ピアノコンクールで、高校生の部で最優秀賞、そしてコンクール全体の一番上の賞である大賞も受賞させていただきました。
で、つい最近なんですけれども、はい、今年の夏に、ピティナピアノコンペティションという、全国規模で行われているピアノコンクールがありまして、こちらの G 級という24歳以下の部門に出場させていただきまして、はい、そこであの銀賞の第2位をいただきました。はい、でその時に、まあ、副賞として他にも、銀座の王子ホールから王子ホール賞と、はい、専属学園前田賞をいただきました。はいはい、本当に素晴らしい賞をお取りになっているんですが、はい、この、賞は、はい、確か24歳以下っていうと、はい、音楽大学の学生とか、はいはい、音大出られた方とかいらっしゃるんですよね、多分。はい、やっぱりあの出場者の中には、はい、音楽大学生や、はい、あと音楽高校の人も出てたので、はい、僕は普通高校からなので、はい、結構緊張はしました。そうですか。はい、でもそれであの2位、まあ、2位という賞を取られたということで、はい、もう本当素晴らしいなと思うんですけれども、はい、先ほど の, あの県 の,、はい、この大賞だったり、はい、それからその今 の, あの賞を取られたので、はい、演奏をされるということを、ね、あの一つはもうされたんでしょうかね、はい、演奏、はい、そのコンクール、長野県コンクールで、大賞をいただいた時の、はい、まあ、その副賞というか、それで演奏会に、はい、9月に、今年の9月に、はい、川崎市のミューザ川崎というところで、はい、交流の響きという、はい、その全国の新聞社コンクールで、優秀な成績を収めた人たちが集まって演奏会を開くというところに出場させていただきました。はい、そうですか。その、またピティナの方では、はい、その王子ホール賞っていうのをいただきまして、はい、それで今年の、来年の2月11日に、はいはい、その王子ホールで王子ホール賞受賞演奏会というのがありまして、そこにも出場させていただきます。そうですか。本当に素晴らしい賞を取って、また素晴らしいところで演奏をされている久保さんなんですけれども、まずピアノを始めたのは何歳ぐらいからですか？ピアノを始めたのは5歳の時です、ね。はい、で5歳の時、自分からピアノやりたいっておっしゃったんでしょうかね？それは覚えてないんですけれども、はい、まあ、母親がずっとピアノを教えたりしてまして、はい、まあ、小さい頃からそれを聴いてまして、それが影響して、まあ、ピアノをやり始めたんじゃないかなと。そうですか。じゃあ音楽の環境に小さい頃からあったと、はいはい、そうするとじゃあ小学校だとか音楽会なんかにも伴奏とかされたんですか？はい、そうですか。なんか小学校の伴奏した曲で思い出とかあります？そうですね、小学生の時の合同音楽会の時に、まあ、伴奏をやらせていただいたんですけど、はい、その時やっぱり人数もその全クラスで歌ったので、はい、まあ、迫力とかもあってとてもすごいなと思いました。曲覚えてますか？インテラパックスっていう曲なんですけど、結構難しい曲でして。そうですか。はい、本当にさまざまな、ね、曲を弾いてこられたと思うんですけれども、それと今八代高校生ということで、はい、勉強も大変じゃないかなと思うんですね。はい、で勉強との両立なんかどうですか？はい、そうですね、やっぱりうちに帰るとどうしてもピアノを練習する時間の方が多くなってしまって、はい、やっぱり勉強はその集中してできないんですけれども、はい、なので学校での授業をできるだけ大切にして頑張ってます。すごいですね。今練習時間、1日の練習時間はどのぐらいでしょうか？そうですね、だいたい平日は 3,4 時間ぐらいやってまして、はい、休日になると 7,8 時間ぐらいやってますね。すごいですね。それではね、今回松代音楽祭で、はい、演奏する曲目について少しご紹介いただけますか？はいはい、今回演奏させていただく曲はバッハ作曲の平均律2巻より、はい、10番と、はい、ショパン作曲のエチュードのオーパス25の5、はい、ブラームス作曲のシューマンの主題による変奏曲、ラベル作曲の、組曲鏡より第4曲目の道化師の朝の歌を弾かせていただきます。はい、あ、そうですか。そうですね、じゃあその曲について少し説明していただいてもいいですか？はい、そのブラームスとラベルなんですけれども、はい、その2曲はこの前あったそのピティナのコンクールでも弾かせていただきまして、はい、そのだいぶずっと練習してきたので、そこは皆さんに
聞いてもらえたら嬉しいと思います。あ、そうですか、はい。じゃあね、小さい頃から本当にピアノをこうやってきて、はい、コンクールも出てっていうことになると、はい、まあ、自分はあんまり好きじゃないなと思っても練習しなきゃいけないっていうのがありますよね、はい、特に練習曲なんかはね。でも久保さんが、自分がこう弾いてきて、はい、こう一番好きな作曲家、はい、それから好きな曲っていうようなのをちょっと教えていただけますか。はい、今回弾かせていただくそのラベルとか、はい、まあドビュッシーだったりする、そのいわゆるクラシック そのジャンルの中では近現代っていう、はい、そういうあんまりその今昔の古典派とかいうそういう型にあんまりハマってないような、はい、ちょっと奇抜な音楽が好きですね。あ、そうですか、はいはい。じゃあ今回のラベルなんかは一番あれですかね。はい、はい、まあ、このラベルは、結構そのテクニック的にもかなり難しくて、とても聞き応えのある曲だと思うので、はいはい、今レッスンは、はい、どっか遠くまで通ってレッスンもしてらっしゃるんですか。長野でも先生についてるんですけれども、はい、東京の方でも今月に2回ほど通わせてもらってまして、あ、そうですか、はい、やっぱり音楽大学に進学するために、はい、あ、そうなんですね。そうですか、もう本当にピアノ一筋かなと思っていたんですけど、はい、中学の時、はい、吹奏楽をやってらしたとちょっと、はい、小耳に挟みましたが、はい、吹奏楽では何の楽器をやってらしたんですか。吹奏楽ではクラリネットをやってました。クラリネット、今はクラリネット吹くこともあるんですか。いや、もう高校になってから部活とか特にやってなくて、もうクラリネットはなんか置きっぱなしみたいな感じになっちゃってるんですけど、ね、そうですか。でご兄弟もピアノやってらっしゃいますか。弟がいるんですけども、はい、まあ、ピアノはそこまで真剣にはやってないんですけど、弟も吹奏楽部に中学で入ってまして、はい、もう3年生なので終わったんですけど、はい、サックスとか吹いてました、はい、そうですか。じゃあ本当に音楽一家でお父様は音楽なさらないですか。父は特に。あ、そうですか。お家でお母さんと弟さんと3人で何か演奏するというようなことは、はい、いや、あんまり、あんまりないですか。自宅にいる時間が合わなかったりするので。もうね、大きいからね、はい、そうですね、はい、そうですか。それからじゃあ今回これからのね、はい、目標を少し お聞きしたいんですけれども、はい、まあ、やっぱりまずは音楽大学に進学して、はい、ゆくゆくはそのプロとして、はい、まあ、ピアノを演奏してそのたくさんの人に聴いてもらえるような演奏家になれればなと思ってます。はい、そうですか、はい、私たちも本当に期待して、はい、応援したいと思いますけれどもね、はい、久保さんが本当に特別参上出演してくださる松代音楽祭ですけれども、ちょっとまたじゃあ宮尾さんの方に戻りますが、はい、はい、松代音楽祭 の例年ね、子どもさんたちから大人のそれこそシニアまでですよね、はいはい、年代もいろいろだし、それからジャンルもいろいろでっていうところで、まあ、やっていく、まあ、大勢の方が聞きに来てくださるんですけれども、はい、今年皆さんにぜひというようなところありましたら、あれしてください、宣伝してください。そうですね、今年風という団体が参加してくださるということ で、ね、これは混声の合唱団なんですけれども、また楽しみにしています。そうですね、はい、団体がそんなには増えないんですけれども、はい、まあ、ポツポツ去年から、あ、今年でもこれもベルリンガーズも増えましたね。それからもう一つ合唱も増えたんですけど、そこはまあ今回出ない、はい、出れないんですよね、はい、だから結構新しく入ってくださる方もいて、そうですね、地元で皆さん活躍されてる皆さんで、そうですね、いろんなところで演奏会などやってるようですけれども、はい、今回は松代で、はい、活動している人たちの音楽祭ということで、はい、18団体集まりました。そうですね、はい、そこへもう本当に花を添えて久保亮太さんのピアノ、もう本当にそれがみんな楽しみだと思いますし、で、ジャズの好きな人はジャズを、はい、ね、それからマンドリンの好きな方もいらっしゃるし、合唱が好きな人もいらっしゃるということで、みんな楽しみにして来ていただければいいなと思いますが、そうですね、ハンドベルも楽しみにしてます、はい、久保さんは松代音楽祭には
出たことはなかったですか？はい、今年が出たことは初めてで、今までも吹奏楽でも出なかった。あ、吹奏楽の時も出てなかった。そうですね、はい、去年ね、はい、弟さん吹奏楽やってらした、はい、そうすると去年多分弟さんは出てくださったと思います、はいはいはい、ね、中学生もそういう形で出ていただいたりしているので、で、まあ小さなお子さんから大人の方までの音楽祭、本当に幅広い音楽祭ですので、大勢の方に来ていただければなと思います。で、久保さんにはこれから本当に松代の出身久保亮太さんということで、はいはい、みんなで応援しますのでね、ぜひ頑張ってやって、はい、くださいね、はい、で、じゃあ、11月2日、今日は残念ながらピアノがありませんでしたので、久保さんの演奏は直接聞けませんでしたけれども、11月2日松代文化ホールで行われます松代音楽祭に来ていただきましたら、久保さんの素晴らしいピアノ演奏と、それから、18団体のいろいろな演奏が聴いていただけます。ぜひ大勢の皆さんにおいでいただきたいと思います。今日は、松代音楽協会の宮尾英子さん、そして特別参上出演されます久保亮太さんにご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そう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 、当たりです。あ、当たり書いてあるから、ね、はい、国史跡のね、旧副学校、それと長野市指定有形文化財にある寺町小学校ってあるじゃないですか。知ってますよ。今ね、27年の春に、ね、うん、オープンするって言って、はい、その前に、はい、11月の3日月曜日、ね、お休みの日ですよ、ね、はい、10時、11時、はい、13、14時と、ね、4回に分けてやるらしいですね、はい、はい、これまた文化財課でやるらしいです、はい、よろしくお願いします、はい、それからまたこれ夢空間で一応やっておりますけれども、はい、和食って世界向け文化遺産でやってるんで、これ和食は世界からどう見られているかっていうのはですね、これアジア大学のね、茂木先生が講演してくれます。樋口家住宅でね、行いますんで、ぜひまた来ていただきたい。いいですね、ぜひぜひ、ぜひね、ぜひ皆さん、ちょっと話題のあるものをいいですね、ぜひお願いしたい。わかりました。はい、はい、じゃあちょっと続いてね、はい、どこで皆さん来週の予定ですか？来週、はい、来週の予定お願いします。はい、はい、来週の予定 は宮坂さん。あ、俺だ。そうか、そうか、そうか、今日ね、特別内緒で呼んできましたから。誰？青木先生。え、そうなんです。はい、どうぞ。あ、青木先生。あ、はい、どうぞ。ちょっと、はい、いや、青木先生ね、ちょっと俺緊張しちゃった。はい、青木先生ね、中学の時のね、恩師、担任の先生だったと。俺同級生だと思う。いや、だから詰まったか。恩師で、緊張しちゃったんですね。先生、元とか違ってね。はい、はい、形で緊張しちゃってます、はい、じゃあ、来週は先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当、出来の悪い生徒でして、もう本当申し訳ありません。もう本当に緊張してます、ね、先生、ところで、はい、来週よろしくお願いします、はい、どんな話していただけるんですか？ね、私、そのふるさとの民話にね、特に松代民話になんか見せられてしまって、そうして何十年と、はい、町の中、村の中走りまくりました、そんなようなお話をね、させていただこうかなと思ってます。いや、それはまた来週のお楽しみにしてください。取られちゃったな。はい、ということで、はい、来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみに。お願いします。